安土の山を丸ごと一つ城にする。安土城、それは織田信長が天下統一の先に見た日本。化け物のような城じゃ。一世一代の大仕事になるぞ。本当に城は建つんきゃ。できぬものはできません。わしに逆らうか。親方様のお命に関わることでござりまする。何様のつもりじゃ。作事はお前たちの戦場であろうが、すぐさま作事にかかれ。空か空で、それほどこのわしがおかしいか。このわしがバカに見えるか。その微笑みの裏で、その人がどれほど辛い思いをかみしめているのかお分かりにならないのですか。棟梁の手は神の手だ。お城のためなら仲間だって捨てられる。人の命なんてどうでもいいの。城作りは国作りじゃ。もしも夜が明けなくても、お主の夢に俺もかけてみる。作事は職人たち一人一人の心を組んでなすものにござります。棟梁、お前たちこそ神の手じゃ。加点の城。